頑張りすぎずにおしゃれ見えファッション発信しております京子です。大柄女子の冷やコーデを発信しております宮子です。私が身長163センチ49キロ、私が166センチ62キロ、2人の体型の違いを生かしてお洋服の着比べやご紹介をさせていただいております。本日は私のユニクロコーディネートに行ってみてます。新作をねかなり早めに撮ってますので、久しぶりにタイムリーに出せるんじゃないかなと思います。はい、ということで皆さん楽しんでいってください。それではスタート。それでは1着目のご紹介です。ワイドストレートジーンズ、丈標準76センチ、カラーが05グレーでレディースの26サイズです。はい、こちらを買いました。これ履いてたやつだね。はい、ボトムの試着会で履かせていただいて、でその時は25と27のサイズを履かせてもらったんですけど、まあ、ちょっと悩ましかったんだよね。25だとそうちょっと短くて、27だともうちょっと短くてもいいかもみたいな感じだったので、26をめがけてお店に行って履いてみたんですけれども、良かったと思います。私の身長体重ぐらいの人で26はちょっと大きい方かなとは思う。そうなんだ。ギリギリついてないぐらい、ついてる、ついてるよね。なのでちょっとペタンコで履くときはベルトとかして、着てあげるのがいいかもしれない。ただこれはかなりねソールが薄めの靴なんですよ。本当だ、このぐらいしかソールがない靴なので、だいたい冬ってこういう GU さんのこのブーツとか、こういうのと比べるとやっぱりどうしてもこっちのが分厚くなる、のでこっちに合わせて買ってる感じですね、イメージとしては。真夏のビーチサンダルみたいなペタンコ合わせだと25でいいかもしれないんだけど、ちょっと今冬なのでソール厚めの想定で26サイズを買いました。まあ、色がねまず可愛いですよ、そのグレーね。可愛いよね。可愛い、淡いブルーとかも買い足し予定です。あー、こっち、やっぱ淡いブルーってさ使うんだよね結構。あー確かに、なんか本当にシルエットも綺麗なので、後ろのこのお尻の感じが結構好きで、サムネもお尻にしたんだよねインスタの。あー確かに、もうちょっと拾う感じがするのよ、ちょっと拾うぐらいが良くない？あ、全然、全くよりはね。そうそう、ズボって感じだと、あれなんだけど、ちょっと拾うぐらいがいいなと思って、こちらにしております。いや私多分デフォルトで28とかなんだよね。履いてみてもいいけど全然。じゃあ履いてみましょう絶対に閉まらないけどな。来ました入った入ってますね。あ、綺麗じゃん。入ってますね。もう閉まってる。入ってます、入ってます。ちょっと短いかなとは思うけど、普通に入りました。入ってんね。丈を伸ばすためにサイズ上げたいって感じかも。まあ、でもさ、お腹周りはもうちょいサイズ上げた方がさ、ここね、目立つのが、いやまあでも私このデニムはインとか、これを見せてとかっていうのはちょっと考えてないな。あ、やっぱりストレートジーンズってどうしてもこう見えるというかさ、私腰が張ってるから、多分丈が短いからっていうのはあると思うけどな。あーそうかな、私27か28を履いてます、ユニクロは。26も履けるけどちょっと厳しいお腹周りと丈が。そうだね、履けるからって選ぶのは良くないもんね。多分昔の自分だったらこのサイズ選んでたと思う。履けるみたいな。そう、ギリギリ入る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 最小サイズを買ってた多分。だよねってことは多分26を買うんだと思う、昔の私は。そういう考え方はやめたので。はい、はい、偉いはい、ではお次でございます。サックワイドパンツ00ホワイトの L サイズです。まあ買うよね。いやえめっちゃいい。上はソフトリブクルニックティー、まあタックワイドパンツの新色はもうね悩むことはないですね、とりあえず全部買うもう本当に使えるからとりあえず全部買う。真っ白ですね、パキッとした白なので、アイボリーとかちょっと黄みがかった感じではないのがまたすごく使いやすいし、めちゃめちゃクリーンに着られると思います。こういうブラックとかネイビーとかとすごく相性がいいと思います。こんな感じでちょっとジャケット羽織っても決まると思うし、めちゃくちゃかっこいいです。めちゃくちゃかっこいいよね。うん、どっちかっていうとハンサムな方じゃん。
この白って、うんうんうん、だからアイボリーの方が使いやすいって方はいるかなとは思う正直。なるほどね。でもかっこよく着たい人とか、うん、モノトーンが多い方は、うん、もう心待ちだったやつだね。だね。で透け感を結構気にされてる方が多いなと思うんですけど、うんうん、多少透けてるよねやっぱ。ポケットのところはちょっとわかる、うんうん、お尻も尻もわかる？わかんないよ。裏地入ってないかな。裏地はないと思うな。え、ないんだ。パンツ何色？黒。若干わかるんじゃない？本当にわかんないよ。本当にわかんない？うん。ちょっと前屈とかしてもらったらわかるのかな。え、あーちょっとラインがわかるかも。うん。それは映せない。こういう時に使えるものも持ってきたんだ。何？じゃじゃーん。ペティコート。ペティコート。ちょっとこれを履いて。うん、見たいと思います、うんうん、はい、今ペチコートを仕込みました、うん、あ、私のね、目から見るとね、うん、目立たなくなったわ。あ、なんかね、ここのペチコートが見える。パンツじゃないものが見えてるって感じで、後ろはあー、うわーちょっと黒い。うん、なんかでも見ようとした人だけが見える。え、じゃあ結論は、うん、黒いパンツは履かない。いや、ていうかティーバッグじゃないパンツだったら分かっちゃうと思う。うん、うん、そうだね。突き出すと、うん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 、でそれを敏感に感じ取る人がいれば分かってしまうよっていう。やめよう。あ、しょうがないよね、うん、まあ、まあでも私的には、うん、あんま気にしないかな。白いパンツ結構履くけど、うん、多分さ、みっちみちの白いパンツ、うん、だったらちょっとやばいよ、うんうんうん、このくらいのゆとりがあるワイドパンツだったら。そうだね、そうだね、私も気にしないかも。私はもう白いレベリー作るときに、うん、もう本当にね、肌の色が透けちゃうので、うんうん、めちゃめちゃ研究したんですね。どうやったら肌が透けないのかっていうの、うん、片っ端からゾゾタウンとかに出てる白いタンクトップを買い集めて着て検証してっていうのをずっとやってたんですけど、うんうん、もう行き着いた結論は結局肌にどれだけ遠いかっていう結論だった。物理的にね、そう、うんうん、どんなに生地が厚くてもとにかくやっぱり肌に近いと白はね、どうしても肌色が出ちゃうの、うんうんうん、なのでこういうのを着てこうやっても分かんないみたいな。あ、そうだね、感じがいいんじゃないかな。はい、来ました。どうですか。うん、やっぱいいね。いいよね。もうすでにベージュは買ったんですけど。白を着るの、みやこは。いや、着るよ。着るんだ。最近さ、ネイビーを結構買ってるって言ったじゃん。はいはいはい、はい、ネイビーに白の合わせをやってみたいなって思ってて、うんうん、でパキ白のボトムって私一個も持ってないんだよね、多分。ずっと前に買った GU の白いデニムしかないのよ、うん、であれも結構黄ばんできちゃって。黄ばむ。こういう白の良さってさ、漂白剤が生きることだな。結構気にするじゃん、他の色だとさ、うんうんうん、汚れやすいってイメージがあるけどさ、そう、逆にね、汚れさえ落とせばいいっていうね、うん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 、L は本当ぴったりだな。うん、XL じゃない。そうだよね、いつも XL なんですけど、うんうん、やっぱり XL かな。はい、ではお次行きたいと思います。コットンリラックスリブジョガーパンツ、カラーが02ライトグレーで男女兼用の M サイズです。これ新作なんとね、うん、お店行ったらまだ置いてなくて、え、これありませんかって聞いたらバックヤードから出してくれて、うん、でなんかスタッフさんも分かってなくて、これなんですかね、うん、みたいな感じで、なんか名前が似たやつがいっぱいあるのよ、うん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 、で違うやつを案内されて、あ、これじゃないんです、うん、みたいな感じで、めんどくさい客持ってきてくれました。一番見てほしいのはね、なんかここら辺とか、うんうんうん、で総ゴムなんですけど、うん、裾も見てほしいの。あ、裾もリブなんだ。そう、こんな感じになってる、うん、質感的にはちゃんとコットンなの。うーん、あのシャカシャカじゃないでしょ、ナイロンっぽくなくない。そうだね、そうだね。コットン 97% ポリウレタン 3% コットンがほぼなので、うん、全然ね、シャカシャカ系じゃないのよ。うん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 、割としっとりした感じのパンツなんで、ちょっと新感覚になるなって思って。中はこんな感じで、じゃあなんかすごいあったかいやつじゃないね。春夏用なんだけど、うん、パラシュートパンツほど春夏感じゃないの。あ、なんかパラシュートパンツのあのシャカシャカ感、うんうんうん、これが今年のユニクロのパラシュートパンツ。あ、薄いね。そう、全然違うでしょ、うんうん、この感覚が。違う違う。でこっちはもうなんか夏、真夏いけますって感じで、これもまあ夏いけるんだけど、これよりはもうちょっと春から活躍する感じかな、うんうん、もう3月とか
そういうイメージで買いました、うんうん、で私的にあとポイントはこの色が良かったの。あ、爽やかね。そうそう、薄いグレー、ちょっと青っぽい、うんうんうん、この色味が素敵だなと思ったので、うんうん、まあ、グレーコーデにしようかなと。この靴も買ったしさ、そうそうそう、ね、って言おうと思った今、うん、あれ履いてるこういう風に使いたかったの。あ、色味とちょっと素材感とでちょっと買ってみたよって感じですね、うんうん、これも可愛いです。でちょっとおしゃれ。グリーンとかブルーとかは興味なかったの。だから店頭になくてさ、うんうん、見れなかった。あ、なるほどね。何個も出してもらうのは申し訳ないと。そう、申し訳ない。どれを探しですかって言われてじゃあこの色の M サイズでって言ったらそれを持ってきてくれたからあ、じゃあ買いますって感じで買ってきたっていう感じで、他の色はねちょっと見れてない。そこまでズーズーしくはなれなかったぞ。私結構ズーズーしくないです多分分かんないけど来ました。すごいゆとりある M なんですけど、うん、うんうんうん、宮子さその形好きじゃないじゃん。あ、基本ね。基本、うんうん、どうですか。いや、私これは好きですだよね。なんかね、このここら辺に空気がすごい勝手に溜まってくれる、うん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 、から裾すぼまりなんだけど、うん、なんかかっこよいシルエットに見える気がする、うんうんうん、だよね。ちょっとわかんないけど、いや本当に見えないんだよねこれ。いや、かっこいいと思う。かっこいいよね、うんうん、お腹周りもめっちゃ余裕あるし、うんうん、男女兼用しか勝たんって感じですねニットフリースイージアンクルパンツとか男女兼用じゃん、メンズか、うん、だからすごい綺麗だと思うんだよね、うんうんうん、で普通にね、うん、なんか張り付かないです全然。あ、そうね、そうね。なんかちょっと生地がしっかりめなのかな、うん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 、薄くないから。こう結構あるよね。うん、こんな感じ、うんうん、いいです。はい、はい、お次です。ドレープデニムタックパンツ、丈標準72〜74cm、カラーが30ナチュラルでレディースの L サイズです。はい、これ大好きね。それさっき私タックワイドパンツかと思ってさ、また履いてるよって思ったのよ、うんね、ちょっとこっちのがねアイボリー味がありますよ。そっかそっか、比べてみる。これがドレープデニムで、うんうん、いやでも近いよね。近いか、ナチュラルだけど、うん、色はパキシロに近い色はこの、うん、確かに、うん、本当に落ち感が綺麗で滑らかで、マジでタックワイドパンツ見えする綺麗なデニムなんですね、うんうん、ここにもちゃんとタックが入っててね。本当だね、はい、なんですけど注意点はちょっとごめんなさい、本当に個人的な見解なんだけど、うん、白以外はあんま好きじゃないあー、色展開、ね、色展開は好きなんだけど、うん、ウエストが好きじゃない。え、どういうこと。他の色付きデニムのウエスト部分がどうしても安っぽく見えちゃって、うん、ウエスト部分違う。そんな違う、なんか白だと気にならないんだけど、うん、他のカラーだとすごくね。何が気に入らないの。わかんない、安っぽく見える色のせいで。そう、しかもこれさ、強固が嫌いな後ろゴムじゃん。そう、この後ろゴムです、うんうんうん、ウエストがね白ならまだ許せるんだけど、うん、デニムのカラーでこれ嫌なんだよな。この後ろゴムもここら辺の感じも、うんうん、ちょっと全然違うの色が入ってると。言っちゃいけないかもしれないけどちょっと自由感あるね、うん、安っぽいでしょ、ちょっと高見えというか、うん、質のいいものを履いてる感が出ないのがすごいちょっと嫌で、うん、まあ本当に小声ですけどちょっとおすすめしない、うん、あ、違う色ね、はい、はいはいはい。基本的にはやっぱりさ気になるところがあるやつは買いたくない派なんですけど、うんうん、白はここが気にならなかったし、何よりこのすごく美しいラインと着心地はそれをも凌駕した。うん、本当にこれはすごくいいです。しかもデニムだから透けないよね。いや、透けます。ええ、透けるの。透けると思う。透けてるでしょ。あ、黒いパンツ履いてる。あ、確かに確かに、まあわかんない、うん、まあでも黒、白いパンツではないなって感じはする。透けます、うん、まあこのぐらいの丈のやつ着ちゃえばそんなにね、うんうんうん、気にならないと思うし、全然私は使っちゃうかな普通に、うん、個人的に白が本当に可愛くておすすめ。そう、その青の2色が気に食わないんだけど、うん、でも青の2色のこっから下は好きなのなんかこっから下は欲しいんだよね、うん、悩むよね。うわ、ウエストこれで、あ、でも下が好きすぎるみたいな感じ。長いトップスしか着ない人はいいかも。まあね見せない前提でね、うん、え、いいんだけどいいんですけど、うん、いいんだけど、いいね、あ、もういいんですけど、え、全然いいんだけど、いいね、めっちゃ好きです。好きだよね、うん、いいよね、ま、
その京子が言ってた色の選択問題はあるかもしれないけど、白めっちゃいいね。待って、私さ一個みやこの見ててすごい気づいたいい点があるわ。何？ここが可愛い。ここが可愛い。そこだけ二重になってる。そうそう、でちょっと立体的になってるから、こうシルエットが出る感じが、すごいね可愛いわ。輪郭が、そうだね、くっきりする感じだよね、めっちゃ綺麗なんですけど。めっちゃ可愛いです。 GU のライトデニムワイドパンツってやつがあって、それにすごい似てるなって思ったの、でもそれより全然気持ちいいし。そうだよね、可愛いです。気持ちいいよね、まずね。デニム感あんまないよね。いや本当に履いててもデニム感感じない、ウエストもきつくないしね。そう、きつくない、全然。これ L だけど、はいはい。だ唯一やっぱ透けてるわ。透けてる、黒はわかる。あ、全然タックワイドパンツより好きかもしれない。おお、ちょっとさ、あの竹白よりちょっと柔らかくなった白じゃん。そ う,、ね、そうですね。でも竹白として使えるじゃん。そうだ ね, ね、アイボリーじゃないもん ね, ね、すごくいい気がする。うん、おすすめです。おすすめです。ウェイウェイ、じゃじゃーん、メガネをご紹介しますよ。めっちゃ気になってたんだよ。ではまず定番からいきます。はい、クラウンパントサングラス、カラーが09ブラックと37ブラウン、2色ですね。はい、こちらとこちらと買いました。はい、じゃあまずはブラックから。うん、こんな感じです。ちょっとここが平らになってる感じが新しいなって思ったんだけど、多分発売日に買ったと思う。昨日気づいたんだよ私、サイト見てて。え、これかわいいと思って。そうそうそう、これかわいいです。眉毛はね、しっかり私の場合は出る感じ、で、前ご紹介した GU さんとかの黒縁メガネだと眉毛まで結構隠れるような感じだったので、そっちの方が好きな方はあの今 GU さんに出てるがいいかな。でユニクロから出てるこっち系はもうこの形だけに今なってると思うので、ちょっと今の気分だなって思ったの。ブラウンも見たい。はい、ではブラウンいきたいと思います。すぐかけたがる。はい、ブラウンです。ブラウンかわいい。かわいいよね、なんか別光みたいな色。私はブラウンとブラックの使い分けは完全に服かな。モノトーンとかかっこよく着るときはブラック、でちょっと優しげな雰囲気のときはこっちをつけるようにしていますが、これも割と濃いめな色味になっていると思うので、う、別にモノトーンにつけてもね問題ないとは思うんですけど、まあお好みで。ちょっとこっちのアクセントになってね、可愛いかもしれないけど、です。おしゃれ。はい、ではラスト、ラウンドコンビサングラス09ブラックです。これも可愛かった。これめっちゃ気になってたよ。ちょっとトレンド感ある感じ。メガネに見える、普通に。マジで他行が言えないよ、他行が。今あの矯正が装置が装置がマックスフルで装備されてるから一番きつい時だと思う。きつい時なんですよ。頑張って喋ってくれております。気にしないでくださいね。はい、ということでこのサングラスは、まあ普通の丸メガネなんですけど、しっかりこう丸く縁が入ってる感じで、形もまん丸じゃないの。おしゃれ。こういうのつけるときは結構メガネの存在感が強くなっちゃうので、そんなに存在感出したくないなっていう時とかに抜けとして使うみたいな、ちょっとゆるっとしたい時の抜けとかな感じで使うかもしれないです。まあ、感覚ですね。でもなんか別に、あの正解ないからさ、全てにおいてだと思うんですけど、自信持ってれば何でもよく見えるんですよ、マジで。あ、私はこれが正解ですって言って、街をこうやってカッポしてればどんな格好をしててもなんか様になって見えるって絶対あると思うので、これ自分正解なのかなって不安に思うのではなく、もう自信を持っていくというのが一番似合わせることだと思う。それが一番難しい。マジ、自信をつける方法みたいな、そういう本欲しいよ私は。いやだから別に私も自信ないし、もっとおしゃれな人から見た時にこいつ何言っとんねんみたいな風に思われてるだろうなとかも思いますよ。そうなんだ。思うんだけど、自分のことを一番知ってるのは自分なんですよ、だからその人にとってはそれが一番素敵に見えるかもしれないね。でも私はあなたの顔も体も持ってないんですよ。で、私は自分の体と顔を一番よく見せる方法を研究してるんで、自分が一番自分をきれいに見せられます自信みたいな感じ。
たゆまぬ努力っていう話になってくると思いますね。私はやっぱり自分のことをね研究するのって私本当にやってこなかったんですよ。こういうインスタとか始めた時に今日こう自撮りとかしてんのみたいな感じで友達に笑われたし、ちょっと意外性みたいな、そうそう、写真とかも撮らなかったし興味がなかったんですよね、うんうん、研究をね重ねてちょっとずつ良くなっていく自分に嬉しくなっていったという感じなので、うんうん、自分のことは研究して損はないと思います。誰もしてくれないんで、はい、はい、何点かご紹介してきましたがいかがだったでしょうか。新作いっぱいありましたね、うん、今回はなかなか新作をタイムリーに紹介してこなかったので、うん、こっからはタイムリーに行きたいな、行きたい、今年はタイムリーに行きたい、行きたいよね、うん、この動画がいいなと思ってくださった方高評価チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。